松本英子マイストーリーユアストーリー、後半戦もユアストーリーお届けしたいと思います。今日も東電化工業から若手社員の方にインタビューをさせていただいております。このインタビューをもとに私が楽曲制作をするという、そんなプロジェクトが立ち上がっておりますが、今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。東電化工業村山愛奈さんにお話を伺いました。どうぞ。よろしくお願いします。村山さん、今日受付でお見かけしてすぐにインタビューっていうすごく緊張してます。緊張してますか。今年齢は21歳です。21歳です。今年で22歳です。あ、今年22歳の年なんですね。はい、で入社して今、4年目になります。4年目。じゃあもう卒業して、高校卒業してから、はい、もうすぐ、はい、高校卒業して、うん、もうすぐに入社しました。はい。最初はどこの部署だったんですか。最初は製造部に所属していました。でそこからまた配属先が変わって、はい、そうです。2年目から総務部に来ました。うん、どうですか、こう部署が変わって、だいぶやること違いますよね。そうですね、ちょっともう本当にガラッと変わったので、うん、なんか私もこう初めてのこといっぱいだったし、はい、覚えることもたくさんあって、うん、なんか最初は本当にもう追いつけないというか、うん、もう周りの方ももうレベルが違うしすごいもう自分がすごいこうなんだろうな、できなさすぎるというか、すごい最初はすごい悩んでいました。でもその悩みからは今はだいぶこう解放されたんですか。そうですね、だいぶは解放された方ですね、はい、まだ自分的にはもっとこうしたいみたいなのはあるんですか。なんかまだレベルアップできるところもあるんじゃないかなっては思ってます。それは具体的に どういう部分っていうか。やっぱりなんか人前で話すことがまだ、うん、なんだろう、慣れてないというか、うん、でも慣れてきてる方だと思うんですけど、うん、あんまり得意とはしてないの で、そうなんです。これからもっといっぱい話して慣れていきたいなって思ってます。いや、なんかこう最初のね、こう受付でこういらっしゃった印象がすごい社交的オーラがわーって出てたので結構インドアタイプなんですよね。そうです、インドア派です。うん、普段お家ではどんなことしてるんですか。お家ではドラマとか見たり、うん、あとは猫飼ってるんですけど。猫飼ってるんだそうです、猫2匹いて、うん、いつもじゃれ合ってます。へえー、なんかイメージ通りですそうなんだ、猫ちゃんとじゃれ合いながらまあ、テレビ見たりとか。そうですね、うん、遊んだりしてます。何にハマってますか今。今はドラマ。ドラマ、月曜9時からやってる。お、月9ですね。月9です。今月9って言います。月9って言います。ああ、よかった。ちょっと時代も大丈夫かなって今ドキドキしながら。月9です。月9で合ってますね。月9の、はい、誰出てるやつでしたっけ。目黒蓮。あ、もううちのお母さん大好きなんですよ。めめ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 
はいはい、何でしたっけ、海の海の始まり、海の始まり、はい、を最近見てて、はい、すごいなんか共感できる部分だったりだとか、はい、すごい感動するところがあって、うん、何系が好きなんですかドラマは。感動する系だったり、あとなんかホラー系も意外と。ホラー ホラー好きなんですか。ホラー好きです。意外です。なんか結構こう、うん、怖いやつとか見るの好きで、うん、なんかそんな私驚かないというか、はい、驚かなそう確かにそんな、うん、ちょっとやそっとじゃって感じですか。はい、そうですね。お化け見るの好きって言ったらなんか変ですね。見える見えない見えない見えない明確ないんですけど、はい、なんかそういう
なんかホラー系がすごい好きです。そうね、じゃあもうきっとなんかもう彼氏とかねいたらあのホラー見れる人じゃないと厳しいですね。いや別にそんなことないですけど。それは大丈夫です。それは大丈夫です。でも好きな人が、まあ、いれば、まあ、いいなって思います。でもこれからなんかこう個人的に、まあ、プライベートでもいいですけどやってみたいこととかなんか、まあ、仕事的なこう目標とかこうイメージすることありますか？もうちょっと、まあ、人柄というか、うん、なんかたまに、なんだろう、暗い時があるんですね、私、うん、なんか暗い時がある？どうした？なんか、たまに顔死んでたり、あ、表情がね、ちょっと曇る時があると。そうです、だからなんかもうちょっと明るく、はい、今よりも、うん、もうちょっと明るく、うん、活発に生きていきたいですもう十分だと思いますけどでもね常にってね、そういう素敵な、はい、あのまた私たち来た時には笑顔で迎えてください、はいはい、ありがとうございますありがとうございました。ありがとうございました。栄光松本 My story Your story。お送りしたのは村山愛菜さんのリクエスト曲、椎名林檎カプチーノでした。さあ松本英子マイストーリーユアストーリーいかがでしたでしょうか。今週もたっぷりとお届けいたしました。さあ私松本英子の情報も少しお知らせさせてください。まずは9月の22日山形県にあります金山町、こちらで開催されますフェス、カムロ野外音楽祭に出演することが決定いたしました。ギターサポートは本間隆さんです。ぜひ野外でもう気持ちいい景色の中、ぜひね、少し涼しくもなってきてると思いますので遊びに来ていただけたらと思います。チケット発売中です。そして9月の28日は東京になりますが有楽町コニカミノルタプラネタリア東京で、こちらもプラネタリウムでのコンサートということで、ここは屋内になりますのでただ星空を眺めながらのコンサート、ピアノに長谷川久美子さん、チェロに内田希林さんをお迎えしてお届けいたします。詳しくは私松本英子のオフィシャルサイト SNS ぜひチェックしてみてください。そして8月の15日もうすぐなんですけれども、刈羽のですね、こちら雄物川河川敷で開催されますふるさと仙木祭り、この祭りの花火大会の前にですね西仙木支所駐車場、こちらのイベント広場で納涼ビアガーデンが開催されてるんですが、そちらで、特設ステージのイベントに出演させていただきます。ちょっとこの日は私も夏祭り気分でちょっと浴衣も着ちゃおうかななんて思っております。ぜひお近くの方はもちろん、刈羽のぜひ遊びにいらしてください。お待ちしています。さあこの番組へのメッセージ、メールアドレス873@fmhanabi.com 873@fmhanabi.com で受け付けております。ぜひ感想などお待ちしております。それでは松本英子マイストーリーユアストーリー、この番組は東電化工業東商事がお送りしました。歴史は